大丈夫かな、大丈夫ですか。まあいろいろありますよ、生きてれば。人生いろいろ。じれったい感じ。Yeah.
愛がること自分を愛さなきゃ人も愛せない。 Please don't say you are lazy だって本当は crazy 呪われた顔はそう見えないところに皮肉隠せんだよ。本当に一生懸命 Candies for the boy that's me 発展途中だしだから不意に道外れもんね。その目に映らないだけだって吹雪は寝た振り切って、いつでも全力で夢見てその分全力で眠って目標を過去修正して柔軟に勇気を減し地変化が勝ち。 Please don't say you are lazy だって本当は crazy 白鳥たちはそうここぞという時日を見せるんだ。構造をまいしまいし肝臓は送信雷神誘惑か恥ずかしいだからたまに意識だけじゃワンデありがとうございました。ありがとうございましたね。本当に激しい、はい、かっこよかったですね。はい、はい、ね、はい、はい、いや、盛り上がってますか。盛り上がってますか。盛り上がってますか。素晴らしい。はい、ね、ちっちゃいお子さんとかも来ててね。はい、はい、ね、成田さん盛り上がってますか。大丈夫ですか。なんで流しするんだよ。加藤さんいいですね。はい、いい、はい、あ、ごめんなさい、完全に踏んでましたね、ごめんなさい。はい、でちょっとね、今のね、はい、放課後等デイタイムさんね、はい、機材のトラブルなんかもありましたが、はい、まあ、素晴らしい、ね、素晴らしい、はい、ね、それをものともしない演奏だったと思います。はい、はい、で続いてのバンドの前にちょっと、機材がちょっとね、まあ、激しくやってたりずっと同じドラム使ってたりするのでね、はいはい、ちょっとこういうこともありますが、これもまた一つのフェスかなと、はい、はい、すごいですね、
うちわが登場しました。はい、ご覧くださいな、うちわ。やすこさんの後ろですかね。はい、次のバンドの応援団でしょうかね。はい、はい、次のバンド紹介する前にちょっとお待ちください。そしたらまたあのじっくりいじったいと思います。うちはよろしくお願いします。お願いします。はい、ね、ね、そろそろ進めちゃっていいかな。はい、はい、続いてのバンドはどうし、紹介しちゃって大丈夫ですかね。はい、レイナフロム一路会さんです。よろしくお願いします。お願いします、はい、拍手。イエイエイイエイ。はい、一路会の皆さんですかね。はい、はい、で結成されていまして、なんかかっこいい音なってますね。はいはい、はい、前回ね、あの一路会さんはねシールっていうバンドで、はい、去年参加してくれましたけども、まあ、今回は、ボーカルが変わってますね。はい、変わってますね。そう、はい、そう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 なんですね。前回はマサイさんだけは一緒で、 はい、あとはいないね。全部変わってんです ね、 前回はもっと一路会が多かったんですよね。ね、そうそうそう。で今回は現一路会の職員さんとボランティアさん、元ボランティアさんでやってるそうですよ。なるほど、なるほど、はい、そして、ね、うん、そしてボーカルのレイナさんですか。そう、このレイナもうバンド名にしちゃってるっていう。そうです ね、ソロデビューを企んでますね、これはね。そうですもう完全にバックバンドです、ね、そうですね、もうこれからデビュー目指して頑張っていただきたいと思いますけども、はい、前回のロックフェスを見て皆さんやりたいなって思っていただいたんでしょうかね。はい、どうでしょうか、そこら辺のところ誰か語ってくれると言いますか。レイナさんどうですか。前回見に来ていただいたんですか。はい、見てないのかよ話が違うぞこの話と違うぞ。違う、レイナさん以外は見てたと、ね、見ていて、はいはい、来年はぜひ自分たちも出たいと思っていただいたそうですよ。なるほど、ね、嬉しいじゃないですか。素晴らしいですね、まさに繋がってますね。はい、というところで、はい、前回ね、一郎さん、さんドラムはドラムマシーンを使ってたんで、今回はバッチリ生ドラムでございます。いい感じですかね。大丈夫そうですかね。はい、それではレイナフロム一度からよろしくお願いします。
会バンドのレイナです。レイナは私の名前です。これからもう一曲歌うんですけど、浜崎あゆみの今の曲も全部そうだったんですけど、この次も浜崎あゆみの曲を歌います。次の曲はとてもノリのいい曲なので、皆さんも最後盛り上がって聴いてください。はい、では聴いてください。サーリアル。Thank you.
ございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ね、浜崎あゆみさんでしたね。はい、はい、懐かしい。はい、ということで、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、うちわの方ありがとうございました。最高に盛り上げていただいて、はい、ご家族連れですかね。はい、というところで、はい、で続いてのバンドですが、あれ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 、なんかあれですね、いいですよ、全然。さっき出ていただいた方がちらほらちらほらいらっしゃいますね。はい、はいはい、ね、さっきの明石さんもね、ドラムの方もね、はい、引き続いて登場していただいてますが、はいはい、次のバンドは、はい、天の尺です。はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、なんだろう、こうオールスター感がしますね、なんかね。はい、はい、いろんな施設の職員さんで組まれたバンドで、はい、はい、まあ、いいこと言うね、今いいこと言った、いいこと言いましたね。株が上がったかな。そうそうそう、はい、そう、さっきもね、ちょっと話したんですけど、天の尺っていうイベントが、十数年前にあって、で、まあ、いろんなバンドが出てたんですけど、ね、趣旨を継いでやっていきたいなということで、このロックフェスをね、3年半ぐらい前にまた復活というか始めた時に、はい、ぜひ天の尺でね、なんかみんなで集まってやりたいなというところで、法人の垣根を越えてやろうじゃないかと、そういうことでやってるわけですね。だからね、メンバーも毎回違うんですよ。はあ、はあ、はあ、そうです ね、去年と違いますね。そう、はい、なので、はい、なんでしょうね、さっきね、挨拶のところでね、なんかこれからはみんなの暮らしとかを、なんか市川のみんなで支えていくよっていうね、親の会の会長の田上さんおっしゃってましたね。それがなんか、まあ、ここではバンドで行われてる感じですね。なんか面的整備とか言ってましたけど、ちょっと難しくてごめんなさい。はい、なんかバンドでオール市川のね、人たちが集まってバンドを組んで、結構ビッグバンドですね。何人いるんですかね。はい、何人か、8人ですかね。8人、8人もビッグバンドですね。なので、いろんな、はい、バリエーションがあるようなバンドになるんじゃないかなと期待したいところですね。はい、というような感じで、そろそろ準備が整ってきたでしょうか。はい、はい、ちょっとかな。あれですか、ブルースハープもある感じですかね。あ、ブルースハープ知ってる、はい、勉強してきました。コアラさんも吹いてましたけどね。はい、なんで手がこんな汚いんだろう。これね、テンホールズハーモニカって言って穴が10個しかないんですよね。へ、でもね、いろんな音が出るんだよ。ね、はい、はい、素晴らしいですね。OK、OK。はい、ではそろそろ準備の方が永井さんが整えば整うかな。じゃあ、はい、ちょっとお願いします。メンバー紹介、はいはい、お願いします。はい、じゃあ天の尺バンドよろしくお願いします。いい、もう曲から。まさか君とバンドをやるとは思わなかったよ俺。それはこちらのセリフです。天の尺でーす。すげー。イエーイ。
せーの。栄光に向かって走るあの列車に乗って行こう。話のままで飛び出してあの列車に乗って行こう。弱い者たちが夕暮れさらに弱い者を叩く。その音が響き渡ればブルースは加速してゆく。見えない自由が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。ここは天国じゃないんだ。カトリンで地獄でもない。バカにじゃないけど悪いやつばかりでもない。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながらシュールな夢を見ていたい。見えない銃が欲しくて見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。説明したように、毎回ね違うメンバーでやってまして、今年もね素敵な仲間が集まってくれました。紹介しちゃおうかな。あ、ドラム高一点。あ、そうだ。あのね、その前にね、僕ら練習スタジオ
計3回入りました、ね、西船橋のサンスタジオというところなんですけどね、はい、入りました。で、その練習のね回数、音を合わせる回数を重ねるごとに我々の絆っていうのがね強くなっていったっていうのを実感しました。まさにロックがつなげてくれた我々の絆だから、僕はみんなのことを昨日からちゃん付けで呼ぶことにしました。いってみましょう。オンドラム、エンドちゃん、一路会、キャモン、こう言ってる。うわ、そんなんでいいの、うん、オンベース、一路会の日陰でジムをやってます、スガちゃん。イエイエイ、お、いいね。同じく一路会のマサイちゃん。え、今どうやった？今どうやったの？なんかやらしいことやるよね、さっきからね。仕事もやらしいんだろうな。あ、あ、こっちでいいか。バンドリーダー一番星ポラリスから加藤ちゃん。オッケーオッケー、加藤ちゃん、そして天の尺の代表ね、あの天の尺の天の尺のイベントの代表もねやって引っ張っててくれたから、どうも、何回目ですか？3回目。本当にその前のずっと昔はライブハウスでもやってたんですよね。でその時から、で久しぶりにでまた3回目、はい、すごく楽しみにしてきました。でも1年ぶり1年ぶりなんで毎回毎回思い出し思い出しで、でも今度は次12月1日も予定してます。来年の6月29日も予定してます。あとで何回も言いますけど、ね、はい、またよろしくお願いします。はい、よろしく。長井ちゃん、ユニマインド、いえ、長井ちゃん、オッケーオッケーオッケー。はい、そして先ほどポピーでも気持ちのいいピアノを弾いてくれました、サンワークポルトから明石ちゃん。イエイエー、はい、そしてなんとボーカルデビュー、ね、一番星、ポラレス、ね、原ちゃんです。原です、イエイエー、よろしくお願いします。イエイエー、昔はよくねカラオケ行ったりしてたけどね、酒飲んでね、今日は抜かないでね。はい、今日は、真面目に歌わせていただきます。あの、はい、脱ぐともうこのイベントできなくなっちゃうんで、その辺よろしくお願いします。そこら辺にしておきましょう。、はい、なんで、まあこれからもちゃん付けで呼んでいくから、業務中に会ってもちゃん付けで呼ぶから、たとえ森田さんが言おうと野口さんが言おうと島田さんが言おうと磯部さんが言おうと、俺はちゃん付けで呼ぶからよろしく。OK、 じゃあ次の曲いきましょう。青空、加藤ちゃん、カモン。エンドちゃん、はい。ブランカーの向こう側、カッコつけた疲弊隊がインディアンを打ち倒した。ピカピカに光った銃で、できれば僕の憂鬱を「
カモン。どうですか、ハラちゃん。気持ちいいですね。気持ちいい。そう、癖になっちゃう。うん、癖になっちゃうかもしれないです。はい。じゃあね、次で最後の曲となってしまいました。これでね、最後になっちゃうと思うとちょっと寂しいんだけど、またね、またやりたいね。やりたいね、スガちゃん。やりたいよね。やりたいよね、遠藤ちゃん。OK。じゃあ最後の曲です。僕たちの情熱を聞いてくれ、遠藤ちゃん、カモン。Stop!
じゃあみんな、せっかくだから前出よう。奥から、あ、ギター、マサイちゃん、沖縄区長。あ、ドラムス、遠藤ちゃん、前出て、遠藤ちゃん、イエーイ。あ、アコースティックギター、加藤ちゃん。Thank you。おい、向こうから、あ、ピアノ、アカシちゃん。Thank you。あ、ベース、スガちゃん。OK。あー、ギター、長井ちゃん。みんな協力ありがとう。天の弱でした。またお会いしましょう。ありがとう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いやー、盛り上がってますね。面白いですね。はい。はい、お、あ、なんか別のギターの人もいましたけどね。はい、盛り上がってますね。盛り上がりましたね。はい、いい盛り上がりですね、皆さんね。はい、あれ、あれあれあれ僕のアフロ返せよ。何度かぶってんの。本人たっての希望でアフロになり、 アフロになり、あららら、これ毎年ね、去年もね、夏のじゃあサトシさんこっちかぶりますか。やだそうです。はいはい、ね、皆さんも思い思いに盛り上がっていただいてね、はい、はい、で、そろそろね、グランドフィナーレの方に、ね、はい、向かっていくわけですよね、うん、ね、皆さん、はいはい、ね、で次がね、いよ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 最後のバンドとなりました。レンコンバンド、あ、行っちゃった、はい、行っちゃったね、はい、そうです。次は最後ね、レンコンバンドがね、準備してますね。ダンサーズも、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、意気込み喋りたい人どうぞマイク渡します。また喋るな。はあ、ダンサーズもね、ステージどんどん上がっちゃって大丈夫よ。後ろのカツラ、カツラかぶりたい、どうぞ。カツラです。え、一人が、あー、嫌だって、これ嫌なんだって、カツラ、カツラかぶりたい人をかぶってくださいと。ついにね、司会の竹でも熱くなりすぎて、はい、頭が熱くなったんで、地毛です。頑張ってください。最終的に地毛です。かい、いっぱいいっぱい髪が返ってきちゃいました。司会ですから。かぶりたい人、アフロ、はい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 、ちょっと待って待って、じゃあ2人で分けよう、2人でカツラ分けようじゃないか、はい、よろしくお願いします。じゃあ、なるほど、ソータルデンボスみたいね。はい、じゃあ沢井さん、ソータルデンボスになりますか。はい、よろしくお願いします。じゃあ、あなたは挑発、はい、よろしくお願いします。え、逆だね、ごめん、逆だねそうだね、はい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 、はい、これね、ちょっとね、こう挑発なんで、こう分けて、そうそうそう、あ、これでいいですね。あれですね、バッハみたいで素敵ですよ、はい。これね、これ、なんていう生き物ですか、これ。すごいっすよ。頭にウニ乗ってるみたいになってますけども、はい。はい、そうですね、もう、いよいよグランドフィナーレに向かって、はい、皆さん、はい、非常に準備も、気持ちも整ってきましたかな。盛り上がってきてますね、はい、はい、盛り上がってますか。発声合ってるよ。はい、盛り上がってるようです。じゃあ、やっ、ありがとうございます。盛り上がってますね。ありがとうございます。はい、渋谷さん、今の気持ち。頑張ります。はい、頑張りましょう。はいね。はい、どうぞ。はい、また来年ダンスが期待です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。また来年。はい。はい、じゃあそれを遺憾なくこの後発揮してください。よろしくお願いします。はい、はい、はい、喋りたい、喋りたい。ハーフィフヘホーバイバイキン。はい、バイバイキンということでね、あと、はい、終わりました。人頑張りしてからバイバイキンしてください。よろしくお願いします。はい、あと喋りたい人いますか。はい、ひでちゃん、元気よく。はい、なんか、はい、元気ですね。わかりません。元気ですかということですね。はい、元気ですかね、皆さんね。はいちょっと華麗にスルーされてしまいましたけども、はい、もう少しうまく拾ってあげてくれ。申し訳ございません。じゃあ、レコンバンドお願いします。
わざと焦るな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 はい、喋りたいですか。はい、盛り上がってるかい。盛り上がってるよ。盛り上がってるそうです。おっと、収集つかなくなってきましたね。はい、いいですね、いいですね、最後に向けてね。はい、準備はいいよ。はい、ダンサーズ準備。はい、わかりました。はい、ダンサーズ準備いいそうですよ。はい、バンドはもうちょっとですかね。大丈夫かな。どうかな。じゃあ最後に向かってレンコンバンドお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、改めましてレンコンバンドです。まだまだ元気はありますか。元気はありますか。オッケーオッケー、じゃあ行ってみましょう。オリジナル曲で壊したい。ワン、ツー、スリー、ファー。卵
とうございます。オリジナル曲で壊したいという曲から始めてみました、はい、この調子でいくぜ、はい、いくぜ、はい、行かせてください、行かせてあげます。これ何す何すんのかと思ってオーケー、いろんなことあるけど少しずつでも前に行きたいじゃないか、はい、行ってみましょう。ああしてこうして行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ああしてこうしてそうしてどうしてあれしてこれしてそれしてめちゃくちゃやったな。ああ大失敗大失敗。だからああしてこうしてそうしてどうしてあれしてこれしてそれしてめちゃくちゃやってやっぱり大失敗大失敗。考えたってうまくいくとは限らない。わかっちゃいるさ人生そんなに甘くない。だけど少しずつでも前に進んでいきたいのさ。舞い上がるこの想い。だからしてこうしてそうしてどうしてあれしてこれしてそれしてめちゃくちゃやって、ああ生きてる。いただきます。こうしてそうしてどうしてあれしてこれしてそれしてめちゃくちゃやったんだ。ああずっこけたずっこけた。だからああしてこうしてそうしてどうしてあれしてこれしてそれしてめちゃくちゃやったらやっぱりずっこけたずっこけた。よかれと思ってやったことなのになんでこうなる。捨てる紙ありゃ拾う紙だってあるんだろう。だけど少しずつでも前に進んでいきたいのさ。舞い上がるこの気持ち。だからしてこうしてそうしてどうしてあれしてこれしてそれしてめちゃくちゃやって、ああ生きてゆく。もっと激しく。ああしてこうしてそうしてどうしてあれしてこれしてそれしてめちゃくちゃやって、ああ生きてゆく。生きてゆく生きてゆく。ああやっぱり生きて